はい、 SGY ラボです。今回もウィーニングイレブン2017マスターリーグをアーデーオデンハーグを使ってプレーしていきます。2018-2019 シーズンの最後の試合ですね。オールドボーイズ、と言いまして、現役を引退する選手を集めたチームと、試合になります。なんかこうランクがかかってるとかね、そういう大会じゃない試合じゃないんですけれども、シーズンの最後に必ずやることになっている、試合になります。先ほど出てきたのが、現役引退する人の、ムービーなんですけど、この試合でルーニーが引退をするということで、来シーズンの、夏だか冬だかどっちかに、16歳の若手として、転生選手として出てくるということです。実際ルーニー確か16歳デビューじゃなかったかな、エバートンで。そうですよね、確かね。で、期待の若手みたいな感じで出てきてた選手だったと思います。ということで、システム環境設定スパスタ10分ですね。はい、これで試合に進もうと思います。はい、じゃあまず自分のチームから。西川がダメ、じゃあ林、あとは若手を出したいね。庄司ももう年だな。今野も入れたいけど人がちょっとあれだな。ダブル武藤にしようか。コンセプトアレンジ、偽球クロス、スルーパス、スルーパスちょっと外そう。クロスとカウンターアタック、でいいや。はい、で、あ、もうちょっと相手ですね、オールドボーイズ、ジェコ、シティからローマに行ったのかな。で、アシュリー・ヤングか、これマイニングだよね、チェルチ、ルーニーですね、ロシツキ、俺好きですね、結構。フィリペも現役引退だ。チアゴ、これアトレティコか。他にはメルテザッカー、パラシオ、アグボンラホー、ヒースリンク、サロモンカル、レミ、ファルカオ、結構いいところが現役引退ですね。来シーズンにこうスター選手、スターの若手みたいな感じで出てくるということですね。じゃあ試合に、あ、ユニフォームが、そうだ、これ新しくなってるんだね、2017セカンド。これが前作に色違い、色味が近いのかな。これがセカンドか。こっちの方がかっこいいかな。これでいこう。スタジアムが今日普通でいいや、これでいきます。お願いします。今日はスペシャルマッチです。選手たちを支えてきたファン、それぞれに思いがあるでしょう。彼らのプレー、そしてその勇姿を目に焼き付けるべく、多くのファンがこのスタジアムに集まっています。さあ、選手入場です。はい、飛ばします。キックオフです。なんかこう転生選手のなんか品評会みたいな感じになりますよね。
さあ北澤さん、来シーズンこいつ出てくるんだみたいな。こんばんは、よろしくお願いします。太田、茶島、ちょっとあれかな、芝を普通にしたせいか球の走りが遅い。アシュリー・ヤング、さあカウンターを仕掛けます。テクニックを披露します。すげえキレッキレだったな今。一気に前線へ、あー読まれた。スボティッチ、ロシスキ、チアゴ、ロシスキ、フィリペ、縦にボールを入れます。これはでかい。いや今のはもったいないミス。こっちだ、森崎、阿部、茶島、長いフィード前線へ、武藤、太田、ボールを受けます。あー、ボールがぴったり足元収まるんだね。サイドのスペースを使います。お、いい形ですよ。丁寧に足元を使う。あー、シュート、もろど正面いったね。相手のクリアだ。どうだ、出口、茶島、もう一つ前に行きたい。阿部、前半ここまで両チームともまだスコアレスの展開が続いています。やっぱ土中を崩すの難しい。出口、ルーズになる。あり気味のクロス、なんだ。いや今みたいなアリクロスはね、中の状況によっては効果的ですけどね、今はちょっと合いませんでしたよね。スペースへ出す。おお、なんで触らない。先制、触れたような気がするんですが、阿部かな。これは一瞬のスペースを見逃さず、プラスの判断ができた結果生まれた、ね、ここなんかおかしかったね、動きね。いや、もらい方良かったですよね。どっちだ、森崎かな。キーパーの動きが見える位置にパスを要求し、シビアなタイミングで受けた割には冷静でしたからね。追いついてたと思ったんだけどね。全体的に相手の守備も対応遅れましたし、ラストパスで勝負あったゴールと言えるんじゃないでしょうかね。1対0、先制しています。1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、今日ハーフないないからな、きますからね、はい、2点3点と一気にスケースもありますよね。この前の月のマンスリーレポートで15分過ぎから30分あたりまでの得点が多いとデータにありましたが、今日はその通りになっています。今日は下で崩さないとダメだよな。スボティッチ、パレハ、ルーニー、裏のスペースを狙う。太田、球筋が、ここは競り勝ちます。あれ、なんかあれかな、芝があれかな、球の走りが遅い気がする。そうですね、サイドで起点を作ってクロスという形を意識しているみたいですよね。まあクロスを上げる選手と合わせる選手の意図が合ってくると、はい、こういったシンプルな攻撃も強力になってますからね。なるほど、闇雲に中に放り込むだけではないということですね。そうですよね、チームによってはクロスからの攻撃をピックアップしてわざわざ練習するところもあるくらいですから、はい、それくらい出してと受け手のイメージの共有が求められるパターンですよね。なるほど、一瞬の変身ってことですね。そうですね、見てなかった縦パス入れんとき、これは入るか。長いボール縦へ、裏を狙っていきます。追いつかれちゃうんだよね。走りまくっています。撫でるようなボールタッチ、シュート、入った、すげえ。
ります。球の勢いがすごかったね。ファンも燃えますね。これ打つモーションまでの前が北澤さん、とにかくキレキレでしたね。いや、自ら突破して。やっぱ成長してるからドリが結構素晴らしいですよね。はい。やっぱりこう自信を持って仕掛けていくっていうのは非常に大事ですね。聞くようになってきたね。そうですね。ちょっと無回転気味なのかな。レーザーみたいな、イチローのレーザービームみたいな感じだったな。まっすぐなライナー、無回転ではないのか。ケー、ショーヤ、ショーヤいいね。アデオ、ここで追いつきました。雨か。素晴らしい攻防を見せてくれてますよね。はい、気のせいか。得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね。左側上がる縦へのボール。あー、こぼれるな。この柔らかいパス、いい展開ですね。アシュリー・ヤング、この飛び出しは北澤さん、いや、いいんじゃないでしょうかね。これを繰り返すことが大事ですよね。秀口、アシュリー・ヤングね、ウエストハムだっけ、もともと。うわあ、ちょっとね、ドリブルで調子に乗っちゃった。ハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。見応えのある好ゲームです。同点で前半折り返しという両チームです。非常に両チームの良さが出ていた前半ですよね。なるほど。プレースタイルの違いも見てて面白かったですし、うん、この後お互いの特徴を生かした戦いになると思いますよ。そうですね。前半は1対1の同点で終了しています。このまま行きましょう。さあ後半です。ファーストハーフはお互いに1点ずつと、それなりにゲームに動きがありました。やばい。ここでファールをもらいます。うわー、クリア。ここにはセレ、セレ、あー、やっぱハーフ、ハーフないないからな。チアゴ、ルーニー、縦に送ります。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。縦にボールを送ります。あ、転がるな。阿部、森崎、縦へのボール、茶島、あ、太田遅いよ、太田。レーダー見なかった俺も、俺だけど。スボティッチ、ロシスキ、アデオ、先ほどからゴール前中央付近に集中して守備を固めているようにも見えますが、北澤さん、いかがですか。そうですね、人数かけてますよね、うん、相手の攻撃をクロスに絞って、はい、なるべく選択肢を与えないようにしますね。あー、当たっちゃった。まあ中の人数が増えて数的優位を作りやすいので、はい、スペースは当たるな。パワープレーに集中した形になりますよね。なるほど。とりあえずカウンターは防いだ。さあここからの展開、ルーニー、右サイド上がっていく、取れない、抜けるか。あー、すげー反応だな。普通ヒールキックにあんな反応するもんかな。出口、後ろ向いてるわけだからな。茶島、パスでつないで攻め込んでいきます。アデオ、スペース出ましたね。このアリ、あれ、誰も競らない。いや、早めにクロスを入れてきましたけどもね、ちょっと合わなかったですよね。今みたいなアリ気味のクロスなんかはね、あー、弱いな、なんで弱くなった。
ここは競り勝ちます。OK、 中島、茶島、これで前を向けるか。ああ後ろからここは競り勝ちます。ジェコカウンターを仕掛けます。ここで中へ切り込む。うわーこう裏のスペースへ、これねこぼれて敵に行くのがちょっとやだな。いい形ですよ。やばい、おーよく勝ったな今。中島か、少し時間を使いすぎたか。最後うまくいきません。時間をかけると守備の陣形が整ってしまいますからね。そうですね、ちょっと焦りがあったかもしれませんね、はい、変えましょう。ミドルシュートでした。じゃあハーフナ行きますか。青木、それと平川。うん、OK。アデオ、ここでベンチに動きがあります。でカウンタークロスポジショニングをやめてクロス警戒をやめて、これでカウンターターゲットだけ残すということですね。出口、あー重くなってる。チアゴ、チアゴからジェコ、スタミナなのかな。前線にボールを送ります。でも今ハーフナー遅かったかしら。平川、出口、オフサイドですね。マジョ、ギリギリのところをついたんですが、わずかに飛び出しが早かったハーフナー前。いや本当ディフェンスラインギリギリですよね。ポストプレイヤーだからな、前にこうさ、まあ、後ろ下がってきてほしいんだよね。ドルーズボール、勝った。ああ。ボールを下げてリズムを作るか。なんか動きがのろくなってる。チアゴ。フィリペ。チアゴ。ロシスキ。両チーム一歩も譲らないというこのゲーム、同点ではありますが、この中盤いつ試合が動いてもおかしくない状況です。そうですね、どっちが勝ってもおかしくない内容ですよね。この終盤で踏ん張った方にまだチャンスが来そうですけどもね。行くか、中央へ、ああヘッド、ああダメ、ビッグチャンスものにできません。両チームともなかなかこうゴールをこじ開けるのは難しい状況ですよね、うん、こういった緊迫した状況は非常に見応えありますね。おお中地やるね、入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。ここは一旦後ろへ入りましたよ。青木打つか、どうだ、あーダメだダメだダメだ、これダメだ。あ短すぎた。味方を走らせる、こい、ああ出すぎた。うわ、ここで試合終了のホイッスル、しくじった。1対1引き分けに終わりました。ルーニー、お疲れルーニー。北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。結果として引き分けましたけども、やっぱり修正すべき点はお互いにあったと思うんですよね。そこをしっかり見直して次に生かしていけば、またさらに成長していけるでしょうね。はい、ありがとうございます。ルーニーいいな。そろそろ時間もなくなってきました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。1対1の引き分けで試合を終えています。ということでシーズンが全て終わりましたね。マイフェイバリットプレイヤーを選出と
自分の中の自分のチームのお気に入りを選出と、今までが武藤と中島を選出したんですよね。で今回はどうしようかな、一応スタープレイヤーだし言っとくか、衰えてるけど行きましょう。こんな感じで監督キャラこれですね、中島とか武藤、あ、南野も選んでたんだ、そうだそうだ、こんな感じでなんか自分のお気に入りプレイヤーをこう選出するっていうことがあるらしいですね。といったところで、シーズンすべて終了しました、ということで終わりで、で次なんですけど、次のシーズンから、今までやってた日本人縛りをちょっと解放して外国人選手もどんどん取り入れたいなと思っているんですけれども、移籍もしたいですね、ちょっと紙データを入れるのがちょっと怖いんですよね、なんか不具合とかなんとかで、でできれば実名のチームリーグに行きたいなという希望があって、行ければ行こうかなと、移籍希望なんかを出して、行こうかなと思ってます。一応予定としてはそういう予定にしておりますので、今後とも、動画の方を見ていただけるとありがたいと思っております。長くなって申し訳ございません、最後までご覧いただきありがとうございました、次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。ルーニー。